植栽のね、施工をちょっと行ってまいりたいなと。あったとね、近くない？大丈夫？はい、パッチリとね、我々施工させていただきますんで、はい、お任せください。おりゃ。そうですね、没頭しすぎ、本当ごめんなさい。太ももはまだ筋肉ですね。おはようございます。おはようございます。今日はどこですか？今日ですね、こちら名古屋にあります。はい。BMW モトラット名古屋店さん、今日はねお邪魔しておりまして、今日ですね素敵なね植栽のね、施工をちょっと行ってまいりたいなと思っておりますよ。はい、なためチャンネル始まるよ。まずは？まずはですね、まずはこちらの。はい。はい、この荒れ果てた、はい、芝をですね、きれいにしていきます。まず芝をめくっていく作業から、はい、でやっていきましょう。はい、ということで開始1時間で芝、はい、めくり終わることができました。はい、意外に早くめくれましたね。そうですね、はい、結構硬い部分とかもあったんですけど、まあパワーヒッターのね、そこにパワーおじさんがいるもんで、ね、黙々とお尻汚しながら仕事してますけども、はい、はい、ということで、じゃあ次はネギさん、あっち、そうですね、あっちもありますか、これあっちもありますか、はい、今あっち黙々とね作業中でございますが、はい、まずここから、うん、防草シート引いて、防草シートをまず引いてください。自分に引いてそこからのレイアウトという形になりますね。はい、はい、じゃあ、ね、防草シートまたお楽しみということで、はい、はい、ではまた。さあ、防草シート敷き終わったんですよ。終わりましたね。終わりましたね。はい、こっからですね、ある程度ね、近くない？大丈夫？はい、うん、レイアウトね、レイアウト決めたレイアウトに沿ってちょっとね、切り込み入れてきます。そこだけね、土を出してそこに植えていくっていう作業やってきますんで、はい、その前に砂利引きますからね。砂利引きますね。おりゃ、これはネギさん、なんすか？これはですね、敷き詰める砂利をですね、砂利です。この台車っていうものは便利ですね。ジャリンコチェ、ジャリンコチェ、軽快なね、ギャグが飛んでまいりますね。はい、じゃあ、頑張れ、切り続き頑張ってください。はい、ありがとうございます。ということでね、今回ですね、BMW モトラット三岡名古屋店さんの黒木さん、はい、黒木です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回ですね、我々が植栽、ね、かっこいいバッチリやらせていただくんですけども、そもそもなぜこの植栽をですね、変えようっていうなんかきっかけでもあったんですかね。そうですね、もともとオープンした時は綺麗に、はい、いい感じに植えてあったんですけど、ちょっと手入れが全く行き届いてなくて、もうカレカレになってしまいまして、もうどうしようもなくなっちゃったんですよね。で、そこでちょっと花道さん紹介していただいて、今回ちょっとおしゃれに可愛くしてもらおうと思って、ね、はい、彼と可愛さを合わせ持つ、はい、そんな植栽の方ですね、はい、我々お勧めいたしますので、黒木さんの、はい、要望に合わせて、はい、もうバッチリとね、はい、我々成功させていただきますんで、はい、お任せください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。キレ悪くない？何？いい？いいの？うん、はい、じゃあ、そういうことで、はい、じゃあ作業を進めてまいります。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで終わりました。いよいよ完成ですね。いよいよ完成ですね。終わりましたね。完成してますね。あれですね、途中の作業風景、そうですね、没頭しすぎて、ほんとごめんなさい、ほんと申し訳ございません。動画も回しちゃないです。ほんとにダメですね。そうですね、すいません、はい、次回に活かします。底辺 YouTuber の家戸、はい、ね、次回にちょっと活かしていきますので、はい、ということで完成しました。はい、約1日半ですね、はい。はい。作業させていただきました。ありがとうございます。はい、どんなイメージですか？今回はですね、はい、ロックガーデン風をちょっと意識させていただきまして、はい、まあ、
もちろんね、こう防草シートを敷いて、うん、雑草対策はもちろんのこと、うん、でふんだんにロックを使いながらも植物もね、ちょっと植物をいっぱい入れてほしいというご依頼だったので、植物をふんだんに使っていこういったねワイルドかつ、繊細な、そういったロックガーデン風な、植栽をさせていただきました。大体18メートルですよこれ。そうですね、こっからここまで18メートルね、こっからここまで18メートルぐらいね、18メートルぐらいで、こっからここまでが2メーター60ぐらいですね。だ約44平米ぐらいでしたっけ、こっちと、こっちとね、合わせて。だいたい44平米の作業をさせていただきまして、はい、お値段の方は、いくらなるんですか？お値段の方が、まあ、秘密ということで。そうですね。はい。ということでね、もしもしね、なんか、やりたい！そうですよ。もうやりたいので、もしね、ぜひ、私のそういったね、うん、植栽やってくれませんかというね、ご依頼も、うん、コメント欄からね、ぜひお待ちしております。ぜひぜひ、はい、先着2名様ぐらいで、はい、マジ格安でやります。そうですね。はい。はい、お問い合わせいただけると。原価プラスちょっとぐらいでやりますんで。はい。はい、そこね、はい、はい、お任せください。本当に、負けません。はい。負けません。ただやらせてください。はい。好きなように。はい。ね、今回本当に楽しかったんで、うん、うん。いろいろね、やっていきたいなと。はい。ちょっと一回ちょっと歩きますか。はい。まあ、芝めくの大変だったね。そうですね。ね、結構もう、半日かけてまず芝をめくるっていうので、はい、結構もう肉体的にも疲労困憊しながらね。そうですね。やっていきましたけど。もう朝起きたら僕、愕然としましたから。膝がプルプルして。私ももう太ももの裏まだ筋肉痛ですからね。ね。はい。ちょっと雨で強く塗りながらね、頑張ろうかな。頑張りましたけどね。いや、私は雨たたたで。はい。で、こんな感じで。そう、はい。結構今ありましたもんね。やりましたね。はい、ありましたんで。はい。はい、このような形で、もしね、私もロックガーデン風ちょっとお願いしたいわという方ね、うん、ぜひコメントの欄からお待ちしております。はい、はい、あとは BMW のバイクね、はい、もし乗りたいわって方いれば、モトラット三岡名古屋店さんに、はい、ご来店いただければ、うん、多分乗れますから。そうです、ね、で皆さんスタッフの方ね、いい人ばっかりですからね、すごい優しかった、気さくで、はい、うん、優しかったんで、はいはい、すごい人ばっかりだったんで、はい、ぜひぜひ私バイク乗りたいのみたいな方は、はい、名古屋のね、山王らへんですね、これは。ここそうですね。はい。これね、高速の下、大学さんの、ね、モトラット、三岡さんに、はい、ご来店くださいということで、はい。ミ、は、キ、い、さん、バイク買うんですか？ミキさんはね、ちょっとバイクもいいかなってちょっと思い始めたぐらいです。あ、なるほど、ね。はい。本当ですか？あ、そうだね。ちょっとこれ言葉選ばないとちょっとあれだからね、あなたの場合はね。はい、そうですか？こんな感じでね、そうですね、ロックシーツ、まあグルーピングですか、はい、シーツで、はい、雑草対策して、うん、やらさせていただきました。はい、はい、結構いい感じだったんじゃないですかね。そうですね。うん、でこっちも行ってみようかな。はい。はい、ということでね。はい、カラーリーフふんだんにね。はい。アデリア、アリッサム、アリッサム、コニファ、ヒューケラ、フッキソウ、ウエストリンギア。うん。やつでその辺を使ってやらさせていただきました。はい、というわけで、はい、またね、次回の動画で、うん、お会いしたいと思います。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょうということで、ハラナイスデイ、バイバイ。